はい、こんにちは。電子音楽専門チャンネル北条世也のスケープレディオセッション3、どうも作曲家電子音楽家の北条世也です。はい、本日623回目の放送になります。来月11月14日から18日まで液体ライトアート、これですね、これの個展を高円寺で開催するので、3連休も作品の撮影なんかをしておりました。僕も会場音楽で関わっているので、ぜひ遊びにお越しください。さて、本日のスケープレディオは、常に変化し続ける現代最高峰のダンスミュージックプロデューサーをレコメン。本日のスケープレディオは、常に変化し続ける現代最高峰のダンスミュージックプロデューサー Z をレコメンしたいと思います。ここで簡単に Z のプロフィールを紹介しますと、旧ソ連サラトフ出身の DJ プロデューサーが Z です。生後間もなくドイツ西部のカイザースラウテルンへ移り、音楽家の両親のもと4歳よりピアノを弾き始めます。ロックバンドで活動後、ジャスティスに影響を受け、エレクトロニックミュージックの道へ。2012年に入り、インタースコープと契約。同年、クラリティでアルバムデビュー。EDM シーンの若きプリンスとして注目され、楽曲クラリティで第56回グラミー賞を受賞。レディー・ガガやアリアナ・グランデの作品を手掛けるなど、世界的アーティストとして躍進。2024年、9年ぶり3作目のアルバムをリリース。はい、簡単に Z のプロフィールを紹介したのですが、ニューアルバム、前のアルバムから9年も経ってるんですね。長いですね。ニューアルバムは8月末にリリースになっていたんですが、なぜこのタイミングでレコメンしようと思ったかと言いますと、10月11日から放送開始の新作アニメ、ドラゴンボールダイマの主題歌をまさかの Z が担当しているんです。Z がドラゴンボールのファンなんですかね、それとも原作の鳥山明さんが Z のファンなんですかね。タイトルはジャカジャーンで、作詞はチャラヘッチャラや限界突破サバイバーでも作詞を担当されている森幸之丞さん。僕の世代だとスリルやポイズンなど布袋さんの曲の作詞のイメージが強いです。そして日本のシンガーソングライターユニット C&K さんが歌とメロディーラインのコライトをされているようです。アウトオブタイムというタイトルで B ミラーが歌う英語バージョンもリリースされているんですが、こちら日本語バージョンとなんとサビのメロディーが違うんです。どっちが好きかはかなり好みに分かれると思うんですが、 Z のジャンル EDM の特徴の一つとして、静かなバースで歌が入り、ドラムが入って激しくなる部分は音サビといって、シンセのメロディーラインになったり、サンプルボイスの繰り返しなど歌が入っていないサビも多いです。曲の展開として再びドラムが抜けて、おとなしくなると歌のメロディーが入るという曲もかなり多いので、サビに仮にシンガーの歌が入っていても J-POP のようなメロディックで音符多めのサビではない場合が多いので、日本語版と英語版で全く違うアプローチのサビのメロディーにしたのかなと思いました。洋楽離れと言われている最近ですが、 EDM に関しては一時の爆発的な人気は落ち着きつつも、一定のリスナーを保っているように思います。ガチの洋楽ファンの方は結構嫌ったりしますが、 EDM などのチャラめのコンピレーション CD がリリースされているくらいが、ガチ勢だけではなくライト層にもしっかり聞かれていて、シーンもマーケットも潤っているという証拠かと思います。ある程度のお金がシーンに回っていないと、酷な話ですがアーティストもレーベルも食っていけませんからね。何気に深刻な問題です。 Z は人気者なので、その辺は全く問題ないかと思いますが、それではそんな Z の楽曲3曲続けてお聴きください。 Spotify のスケープレディオオンエアというプレイリストがあるので、こちらから楽曲が聴けます。1曲目は日本でも人気の Z の代表曲 Stay、2曲目はニューアルバムより Lucky、 3曲目はドラゴンボールダイマの主題歌の英語版 Out of Time、 聴いてください。
EDM とポップスの境界線を打ち砕くプロデューサー。 Z ニューアルバムテロスはインタラスコープより発売中です。今日レコメンしました3曲は Spotify のプレイリストスケープレディオオンエアから聞くことが可能です。 YouTube チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。励みになります。それでは今日はこの辺で、また来週土曜日に会いましょう。北条沙耶でした。